お疲れ様です。今回は、隠居 TV 会員サイトの、ちょっとお試し公開のお知らせでございます。まあ、会員専用なんで URL の方はね、お示しできません。えー、毎日の速課塾の会員さんにお送りするメールの中に URL は搭載するようになります。えー、今まで使っていたね、ジンドゥっていうところから、次はね、ウェブダンっていうやつですか ?Web ノードですかウェブノード。何と読めばいいのかわかりませんけどね。こういった無料ホームページサービスを試験的に利用してみようかと思います。使い方はまあ今までとほとんど同じです。なんかいきなりね、インパクトの大きい写真が出てますけども、インキョ TV2025 ということで、50代から一人で稼ぐをテーマにこれからもお送りしようと思います。稼ぎ抜けって書いてますね。はい。こちらのサイトの方は、 時々更新することが考えられますので、会員の方は、お心にお,きお書き留めください。で、トップページには、隠居 TV って言ってね、毎朝のライブ放送の模様をお張りしようかと思います。えそれから、メールマガジンにしかね、掲載していない URL もありますので、すべてがこのホームページを見ればいいよってことではないんですけども、ただ、メールは何らかの事情によってね、年に一回ほど送られないことが、 システムトラブル上あると思うんですよそういう時はこちらのポータルサイトをご覧いただくようにお願いします。えー、毎日朝一発目から思考の転換を図り50代からより一層幸せに豊かに生き抜く方法を一緒に考えていきましょう。ということでねせん、えー、越ながら、えーまあ、一定のね自由を手にした立場から非常に恐縮なんですけども何らかの50代のロスジェネ世代に向けての脱出のヒントそれから少しでも豊かになるための小技を紹介してようと思います。 それから他のページなんですけども、この右上のメニューの方をクリックしていただきたいと思いますね。こうクリックすると、FX みたいなページが出てきます。ここを FX なら FX で見ると、テクニカルの解説がまずありまして、毎日の更新はその下に掲載されています。もうすでに9月の1日2日の部分はね、ここにありますので、どん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 前倒しで更新してお送りしようと思います。これはまあ動画が貼り付けられてますんでね。 動画をご覧くださいってことになります。次、暗号通貨ですね。え、やっぱり今外せないのが暗号通貨です。こちらの方で暗号通貨ってのは何なのかってことを知っておくことがすごく大事です。ちょうど二十数年前にインターネットっていうのが出てきましたよとかね、IT ですよって言った時に、え ?IT? インターネットま、あそんなん知らなくてもいいよ。俺は俺のままでやるからさって感じたかもしれません。でも今皆さんはインターネットを使い、IT の どどっぷりど真んん中にいると思うんで,すよで、すよでスマホも皆さん手放してないでしょあれはインターネットであり IT のデバイスですからね。ということは暗号通貨も今しっかりと身につけておくことによって暗号通貨の歴史は日本では10年ぐらいになりますけどもこれから10年後のね時代を切り抜けるために今から熟練しておかなければならない必須のスキルだと思います。10年後私たちはもう年金の世代になってるかもしれないですね。 年金と暗号通貨。これ二つしっかり考えておくべきものだと思います。次、新金融ってありますよね。新金融ってのは、まあ、あの、デジタル資産ですね。こちらについても少し知っておきましょうって感じです。少しでいいですからね。特に今、デジタルの金の需要っていうのが上がってきたみたいなんで、まあ、そこに投資しましょうって話じゃないですよ。まあ、一つ、私たちは先を行くものとしてね。 ちょっとだけ先回りで予習しておきましょうって感じです。それから、舞姫大学のコーナーです。こちらには、まだ何もありませんけども、運ですとか運勢などの講義から、その他ね、舞姫大学といえば、新潟の速下塾というところもあります。こちらの、舞姫大学のナミさんからね、メッセージが送られてくる際には、こちらに掲載しようかと思いますので、よろしくお願いします。 その他新しいメニューが出来上がる可能性も多いにありますので、これからもよろしくお願いします。それでは。